今日はリトルビッツを使って基本的な論理回路を学びましょう。今回扱う予定の論理回路はこの6種類です。ただ私の手元にあるのはノットとオアだけなので、残りの4種類についてはノットとオアを組み合わせて作成します。今回の動画では前半の3つ、ノットとオアとノアを扱います。まずはパワーのビットに USB ケーブルをつないで電力を供給しておきます。また出力用に LED のビット5つとナンバーのビットを用意しました。パワーのビットにつないでみます。このままでも問題ありませんが、ちょっと明るいので LED の前にスライドディマーをつけることで明るさを調整しておきましょう。これで準備完了です。ノット回路はリトルビッツではインバーターというビットです。出力用のビットの前にノット回路を入れてみましょう。出力が0になりました。ノット回路を外すと出力がまた現れるようになります。次に扱うオア回路は入力が2つ必要なので、まずはその準備から始めましょう。フォークのビットを使って入力を分岐させます。そしてワイヤーのビットをつないで長さを調整します。さらに2つの入力のオン・オフを切り替えるためにそれぞれにスライドディマーをつけておきます。これで2つの入力の準備ができました。ではオア回路のビットを使ってみましょう。オアは2つの入力のどちらかがオンの時に出力がオンになる回路です。実際に確かめてみましょう。入力を上下につないで右に出力用のビットをつないでおきます。上の入力だけをオンにすると出力がオンになります。下の入力だけをオンにしても出力がオンになります。上下両方の入力がオンでも出力はオンです。両方の入力がオフの時だけ出力はオフになります。ちょうどオア回路がつながっていますので、これをノア回路に変えてみましょう。ノアはオアの否定ですから、オア回路の出力にノット回路をつければ出来上がりです。それでは動作確認をしてみましょう。上の入力だけをオンにすると出力がオフになります。下の入力だけをオンにしても出力がオフになります。上下両方の入力がオンでも出力はオフのままです。両方の入力がオフの時だけ出力はオンになります。今日は前半の3種類を扱いました。次回は後半の3種類を扱います。それではまた。